ちらがジャワのサテです。こちらがバリのサテです。いい甘さといい辛さがあります。辛くない、ちょっと辛い、とても辛い。あとこのお肉がすごく柔らかいんですよ、はい、ホロホロっと春雨入ってます。春雨が入って、はい、ナシゴレン大好きです。すごい美味しい。その辺のアジア、今日はインドネシア料理店にやってきました。テランブランさんというお店で、もう外観から非常にエキゾチックなんですよ。わー、素敵。サラマダタン。すごい。なんかもう空気感が違います。急になんか爽やかで、もう南国のリゾートにやってきた気持ち。こちらはバリ島とジャワ島の料理なんですけれども、うん、はい、まあ、インドネシア料理も全部置いています。インドネシア料理、はい、失礼いたします。こちらは、サテアヤム、ジャワ島 の、 サテアヤムです、はい、こちらのソースはピーナッツソース。はい、でちょっと甘いケチャップもかかってまして、でこちらはバリ島のサテリリです。でこちらの方はちょっとレモングラスと混ぜて旨辛の味かと思います。あとこちらですね、インドネシアサンバルというんですけれども、はい、一番辛い、中辛い、辛くないです。でお好みで全ての食べ物の方につけていただいて召し上がってください。どちらからいただきましょう。ではじゃあジャワ島から。わあ、たっぷりかかっています。めちゃくちゃいい香りで、ピーナッツです。甘い。ジャワ島の料理はもう大体ちょっと甘みも入ってます。はい、こちらがバリのサテです。おー、全然違う。同じサテとは思えないです。こっちも美味しい。うん、レモングラスの香りと爽やかさで、少しピリッとした香辛料も感じます。あとこのお肉の感じはつくねっぽいです。ピリ辛のつくねって感じです。唐辛子も入ってます。はい、見た目はつくね、中身はバリ。ではサンバルをつけていきます。こちらが辛くない、ちょっと辛い、とても辛いということで、じゃ順番としてはまずこちら一番辛くないサンバルからいただきます。ジャワ島にサンバルをつけます。おいしい。爽やかシャープになります。中くらいをかけていきます。あ、おいしい。甘辛です。あ、トマトソースっぽいです。トマト入ってますか。トマト入ってます。では最後にこちら辛い、一番辛いサンバルをいただきます。もう見るからに真っ赤っかですもんね。これがインドネシアの辛さですね。シュッシュッシュッってなんか、なんですかね、刺し刺してくるような、一気にドーンと。こちらも 100% の唐辛子です。 100%? はい、そこまでだとは思いませんでした、
ちゃ笑顔で素敵です。お、あら、すみません。はい、はい、こちらはバリ島のアヤンベドゥトゥです。アヤンベドゥトゥ、はい、こちらはですね、まあ、バリ島しかない調味料を使いまして、はい、アヤンベドゥトゥというんですね。ソースがたっぷり乗っていますね。いいですね。とレモングラスのような爽やかさがあります。バリ島はレモングラスを使うことが多いんですか？そうですね、はい、もういい香りがします。こちらの料理も一番辛い唐辛子ちょこっと調整しまして、また味は変わると思います。めちゃくちゃ真顔でちょっと一番辛いをおすすめしてくださいましたね。はい、そうですね、はい、唐辛子ピリ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 する。あとこのお肉がすごく柔らかいんですよ、はい、ホロホロっとこうやって。そうですね、ちょっと何時間かけて煮込んでお肉です。そうですか、はい、このソースがたっぷり乗っているっていうのも贅沢です。香辛料が効いているところがいいですね。シェフの方はもう現地の方なんですか？そうですね、はい、バリ人がいます。はい、はい、こちらはソートアヤムです。え、すごい、なんかたっぷりですね。ジャワトのスープです。へぇー、どうぞ。鶏肉がたっぷり乗っていて春雨入っています。春雨が入っている、はい、うん、鶏肉の旨味もあり、ちょっとコンソメっぽい感じなんですか？そう、コンソメは入ってます。入ってますか？はい、とまたインドネシアの調味料もですね、うん、こちらはなんか日本人の舌に馴染みやすい優しい味です。どんな時にもなんか心に染みるような。春雨も入っています。はい、こちらはナシゴレンです。ナシゴレン大好きです。すごい、いや、このご飯とそしてこのエビせんがもうナシゴレンですね。わー、ほかほか。なんかちょっとトマトっぽい甘みもあるんですよ。はい、こちらのナシゴレンはジャワ島スタイルのナシゴレンなんですね。そうですね、はい、いやー、感じました。大きく違うなっていうふうに思いましたね。もう甘いと辛いってもバッと振り切っているので、そこが同じインドネシアなのに面白いなというふうに思いました。おいしい、とにかくバグース。プリマカシー、プリマカシー、プリマカシー。いや、皆さんに教えたくないけど教えたい、そんな気持ちです。ぜひここでインドネシアのリゾート気分を味わってください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。